について説明する東京都中央区は昭和22年3月15日当時の東京都日本橋区と京橋区が合併して成立した以下明治時代初期から中央区成立までの行政区画の変遷について略述する江戸が東京と解消されたのは慶応4年のことである同年7月17日江戸を称して東京と 試すの証書が発せられ、東京府が設置された。以後、明治22年に東京市が発足するまでの過渡期には、東京府の行政区画は目まぐるしく変遷し、番組制、大区小区制、中国六軍制等と呼ばれる制度が相次いで実施された。明治2年2月、東京府では、招致と豪村部との境界線を定める主引が行われた。 これは、公共中心とした、市街地を、守備機内とし、その外側を豪村とするもので、守備機内を50の区画に分けて、50番組が設定された。これとともに、江戸時代から続いていた名主制度が廃止された。同年5月、周囲の豪村部にも5つの組が設定され、これを、地方5番組と称した。後に、中央区となる区域は、 このうち守備機内の1番組から13番組、35番組から37番組に属した。明治4年6月には守備機が見直されて、守備機内は44区、守備機外は25区に区分された。明治4年7月には、廃藩地検が実施された。これに伴い、同年11月、従来の東京府、品川県、小菅県が廃止され、 新たな東京府が設置された。同時に、守備機が廃止されて、府内は6大区、97小区に分けられた。明治7年3月、区割は、再度見直され、守備機が復活。守備機内外に11大区、103小区が設置された。後に、中央区となる区域は、このうち守備機内の第1大区5から10小区、及び12から16小区に属した。 その後、軍区町村編成法の施行に伴い、大区小区制は廃止され、明治11年11月2日、東京府下に十五区六軍が置かれた。中央区の前身にあたる日本橋区と京橋区は、この時設置された。明治22年、市制、町村制が施行され、同年5月1日、東京市が成立。日本橋区、京橋区は、東京市の区となった。 昭和18年7月1日、東京府と東京市が廃止されて、新たに東京都が置かれ、上記2区を含む35区は、東京都直轄の区となった。昭和22年3月15日、前述の通り、これら2区画が合併して、中央区となった。日本橋区と京橋区は、大正12年の関東大震災で、区内の9割以上が焼け野原となる。 大被害を受けた。震災復興後の区画整理に伴い、昭和3年から昭和10年にかけて、両区の大部分の地域で町名の統合整理が実施された。関東大震災以前の旧町名は、江戸時代以来の名称を引き継ぐものも多かったが、明治時代初期に新たに起立した町名もあった。屋敷、町大地、 寺門前といった旧幕府時代の伝統を引き継ぐ小規模な町は明治2年前後に数か町が合併されて新たな町名を付した例が多い。また明治5年には武家地、寺社地などそれまで町名のなかった土地に新たに町名を付した。こうした町名設置は主に戸籍整備上の必要性から実施されたものである。 1928年から1935年に、かけての町名整理によって、近世以来の旧町名の多くが廃止され、存続した町についても、町会は大幅に変更されている。一例として、日本橋区の本町一の四町目及び本国町一の四町目は、元来は、江戸城に近い側を一町目として、西から東へ1.23.4町目の順に、 並んでいたが、町名整理後の新町域は、南から北1.2.3.4丁目の順に、並んでいる。この例では、本町、本国町の町名は保持されたが、町名整理前と後とでは、同じ町名であってもその差し示す範囲が異なっている。日本橋区と京橋区が合併して成立した、中央区では、1965年から、住居表示が実施され、 町名町会の再編が行われた。住居表示実施に際しては、上記の震災後の町名整理によって成立した、町名町会が概ね踏襲されているが、東日本橋地区では、再度大幅な町名町会の変更が実施された。また、吉町、何和町のように、震災後の町名整理では残されたが、住居表示実施によって廃止された町名もある。 昭和62年1月1日をもって、区内全域の住居表示実施が完了した。関東大震災前後の町名対象図明治11年の日本橋区成立時の町町数は142であった。その後明治22年の市政町村政施行時までに、成立、廃止された町名は以下の通りである。以上の変更により、町町数は差し引き140となった。 下表にはこれら140町長を収録している。関東大震災後の区画整理に伴い、昭和時代初期に変更された町名については、下表の震災復興後町名の欄に記載した。昭和22年に日本橋区と京橋区が合併して、中央区が成立した際、旧日本橋区域の町名には、日本橋を干渉した。 住居表示実施後の町名にも引き続き、日本橋を鑑賞している。市政町村政施行以後、震災復興までの間に成立した町は、下の市か、町のみである。震災復興前後の新旧、町名対象図京橋区においては、明治11年の区成立時には、下表の154町が存在した。区成立直後に、大富町が、 新都町一丁目に編入されたが、それ以外は、明治22年の東京市成立まで変化がなかった。その後、築地外国人居留地の町名変更、佃島、月島、春見地区の町名規律などがあったが、大部分の町名は、昭和初期の区画整理、町名変更時まで存続した。昭和22年の京橋区廃止、 中央区成立までに新たに起立された町名は以下の通りである。1923年の関東大震災からの復興に際し、東京市では各地で区画整理と町名改正が実施された。これに伴い新たな町名、町会が設定され、多くの旧町名が廃止された。中央区の前身である日本橋区と京橋区においても昭和時代初期に 震災復興に伴う大幅な町名改正が実施されている。その後、1962年に住居表示に関する法律が施行され、同法に基づく住居表示の実施によって、中央区の町名は再度変更されている。中央区では、1965年から区内の住居表示が順次実施され、1987年に、 区内全域の住居表示実施が完了している。以下は、旧日本橋区の区域の住居表示実施直前の、町名と現行町名の対象表である。1964年の時点で存在していた町名の大部分は、昭和時代初期、震災復興による町名改正に伴って新設された町名である。旧日本橋区の町名のうち、昭和時代初期、 震災復興による町名改正に伴って新設された町名は当初は日本橋を干渉していなかったが1947年の日本橋区廃止中央区成立以後は日本橋を干渉している以下は旧京橋区の区域の住居表示実施直前の町名と現行町名の対象表である1964年の時点で存在していた 町名の大部分は昭和時代初期震災復興による町名改正に伴って新設された町名である。中央区では全区で住居表示の実施が完了している。以下は住居表示実施後の町名と当該住居表示実施直前の旧町名の一覧である。旧町名の後にと中期したもの以外は当該旧町域の一部である。 中央区と千代田区の境界には一部未定部分がある。当該境界未定部分の高速道路下の商店、等の住所は便宜上、中央区、銀座町名地先、中央区銀座西等と表示されている。1869年、30軒、掘り始め3丁目は、銀座一から3丁目に編入。同年、30軒掘り8丁目は、出雲町及び、 南金6丁に編入。同年30件掘り4.56.7丁目を、それぞれ30件掘り始め2.34丁目に解消。このうち4丁目は1871年3丁目に編入。ありがとうございます。